ス5から2ジャイアンツ現地時間6月18日、リグリーフィールド、シカゴカブスが連敗ストップ。鈴木誠也外野手、29、は4番、右翼手でフル出場し、4試合連続安打をマークした。2対2の同点で迎えた8回裏、カブスは先頭打者、マイケル・ブッシュが2塁打でチャンスを作ると、3番コディ・ベリンジャーの敵地打で勝ち越しに成功。続く鈴木が左前安打でつなぎ、5番ヤン・ハップの敵地打で追加点。さらに西満塁となった後、代打クリストファー・モレルが敵地内野安打を放ち、この回3点のリードを奪った。最終回は3番手キーガン・トンプソンが代役クローザー起用に応える3者連続三振で今季初セーブを記録。主軸打者の4連打で勝ち越したカブスは連敗を2でストップした。この試合の鈴木は4打数1安打、1三振、1盗塁という内容。今季成績は打率271、オプス793となっている。